東京都は今日都の出生率を2.07にするなどを盛り込んだ長期戦略ビジョンを発表しました。出生率、えー、なんと2.07といたしております。野心的な数字であります。長期戦略ビジョンは2040年代の東京の将来像を示したもので、その実現のため災害に強いまちづくりや 新たなビジネスの創出などの戦略を打ち出しおよそ120のプロジェクトを実行するとしていますこの中には小池知事が重点施策とする少子化対策も多数盛り込まれていて来年7月に任期満了となる小池知事の2期目への布石との見方が出ています